時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830。明日10月29日土曜日より、ジュリー澤田賢治さんのライブツアー、まだまだ一生懸命、今年2022年11月21日月曜日の大阪フェスティバルホールのチケット、そして来年2023年1月11日水曜日、愛知県の愛知県芸術劇場大ホール、こちらの2公演が明日チケットピアの公式サイトより一般販売されます。まずは大阪のフェスティバルホールですけども、開催日時は2022年11月21日月曜日、会場時間17時、夕方5時、開演時間は18時夜の6時となっております。チケットは全席して8800円です。そしてもう一公演、明日発売される愛知県芸術劇場大ホール、開催日時は2023年1月11日水曜日、会場は17時夕方5時、開演は18時夜の6時となっております。全席して8800円です。両公演とも明日2022年10月29日土曜日午前10時よりチケットピアの公式サイトにて発売が開始されます。愛知県芸術劇場大ホールのチケットに関しては E プラスローソンチケットでも明日10月29日午前10時より一般販売されます。この2つの公演はですね、いずれも先行予約等で、発売されて終了となっての今回の再発売という形になっておりますので、特に大阪のフェスティバルホールなんかはですね、もう発売されたらすぐに売り切れるんじゃないかなと思いますので、もうお早めのご購入をご検討ください。こちらの情報は2022年10月28日金曜日のお昼3時確認分となります。情報の変更などございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー澤田賢治さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シギレモンでした。